東京都千代田区の神保町に本社を置く小売書店。本校では東京堂が所有するテナントビルである東京堂千代田ビルディングについても記載する。1890年に大橋慎太郎により博文館における小売書店として開業し、翌1891年には出版取り継ぎ、出版業を開始。しかし、出版取り継ぎ業は、 第二次世界大戦に伴う国策によって1941年、国策会社日本出版配給へ吸収された。戦後、日配の停止生産後も取り次ぎを再開しなかったが、東京出版販売創立に関わる。1964年には、小売部門と出版部門に分離独立した。出版部門が、東京同出版となり、民俗学辞典 全国方言辞典など観光し、辞書の東京堂として著名。同社本社は、神保町本店と同じビルに入居している。東京堂書店の店舗は、本店にあたる神田神保町店のほか2012年に開業した、そよか藤見の店がある。かつて、神田神保町店の蓮向かいに、袋店があり、2012年には女性向けの書店。 シェモアとしてリニューアルしたものの、翌2013年に閉店している。また、東中野駅の駅ビルに2012年に開店したアトレビ東中野店があったが、2015年に閉店した。1982年に竣工した神田神保町店は、千代田区の神田鈴蘭通りにある。 2002年には大規模なリニューアルが行われ、1から3階を書店が占めるようになり、2011年のリニューアルではカフェスペースが新設された。安国通りの三省堂書店、神田神保町本店、書泉グランデなどとともに、神保町の代表的な大型書店とされ、規模ではそれらにかなわないものの、独自の棚作りによって、立花隆、安原明、 坪内雄三など多くの読書人に愛されている。また、レジ前のメイン平台には各ジャンルの注目の新刊が並ぶので、来店するとまずここを目指す客が多い。1971年ぐれ、普通のテナントビルとして設計が着手されるが、途中、太陽神戸銀行をテナントとして迎えることが決定した。このため設計は見直され、内部は、 銀行の本部となる専用ビル、外部周りは、テナントビルスタイルという得意な性格を持つビルとして、完成した。完成したビルには、太陽神戸銀行が、東京営業部置き営業を始めるが、1990年4月1日、同行が、三井銀行と合併すると、太陽神戸三井銀行本店となり、2000年4月1日、同行が、 住友銀行と合併すると、三井住友銀行九段営業部となった。三井住友銀行九段営業部が撤退後、2003年3月、旧日本再建信用銀行本店ビルで営業していた青空銀行が再開発や老朽化のため、本店を東京道千代田ビルに移すが、上智大学が四谷キャンパス内に建設した。 ソフィアタワーが2017年春に完成すると、同行本店はテナントとして入り、東京道ェオダビルから撤退した。ありがとうございます。